お腹が引き締まる朝のストレッチやっていきましょう。まずはスマホを顔の前に置いて肘つきましょう。このまま胸を張ったり休んだりを繰り返していきましょう。朝ってね、体が一番硬い時間ですから、そこでね、しっかり伸ばしてあげることで交感神経が働いて体が代謝が上がってくれますからね。今回きつい腹筋メニューなしでお腹周りが引き締まるストレッチになってますんで、頑張ってみましょう。はい、 OK。 じゃあ今度このままね、右足を真横に持っていきましょう。体硬い人はね、ちょっとお尻が上がってもいいです。このままできるだけ後ろを向きましょう。スマホをね、動かしてもいいですからね。このまま見ながらですね、後ろに向くことでウエストを引き締める効果があるストレッチになってます。またはね、股関節内転筋の引き締めにもいいですから、ウエスト周りと下半身太り解消されるメニューになってますよ。ゆっくりねやってみてください。もし脇っ腹がねつりそうな場合は、たまに正面向いていいですからね。はい、いいですよ。今度は反対足ですね。またスマホ位置変えてもいいですからね。今度はまた後ろを向きましょう。しっかりね、後ろ向くと脇っ腹が伸びますからね。やっていきましょう。ストレッチの時のポイントは、できるだけねリラックスしてください。痛いなーって思うところからちょっとだけ緩めてもらってね、筋肉をまたゆっくり伸ばしていくといいですよ。いきなりね痛いなって思って伸ばそうとすると、もっと硬くなりますからね。引っ張られると思ったら一回緩めて、またゆっくり伸ばしていく。よっしゃ、 OK です。今度はね、両足です。この状態、これでキープです。頑張っていきましょう。できればね、この腰をですね、ちょっとね、軽くゆっくり動かしてみるといいですね。自分の楽な感じでやってください。ちょっとね、こう体を軽く動かしてみたりすると、いろんな位置が伸びますよ。はい、 OK。 今度このまま後ろを向いていきます。ゆっくりね、左右後ろを向くイメージです。これでね、股関節周りウエストが引き締まられていきます。もし内転筋がねやおいよっとしたら、こうやってペタッとつけてもいいですよ。できるだけ力を抜いてやってみてください。きついメニューをね、無理せずやらずに次のメニューから続けてもいいですからね。はい、 OK です。もう一回ね、足を少し狭めてもらって、今度は軽く前後に動いてみましょう。これで股関節しっかり伸ばしていきますよ。朝はね、股関節周りすごい硬いですからね、しっかりね、血流が上がると代謝も上がります。筋肉をねしっかり伸ばすとね、日常の可動域が広がりますから、代謝をすごい上げることにねつながりますよ。できる範囲ですからね、ゆっくりゆっくりやっていきましょう。よっしゃ、 OK。 じゃあ今度はね、足を開いて手をつきましょう。これでキープです。ゆっくりいきましょうね。もしね、この鼠径部が浮いちゃう場合は、手をもう少し前にしてください。目安は鼠径部を床につける。鼠径部を支点に体を反ってます。このね、体の前側がね反れないって意味ないんで、
まっすぐになるとね、これプランクになりますから、鼠径部がつく手の位置です。よし、はい、 OK。 このまま今度は右足が横、これで後ろを向いてキープ。さっきよりも脇腹がものすごい伸びますよ。これで息を吐きます。ふーっと息をね、長く吐くとお腹が下からキューッと持ち上がると思います。これでウエスト引き締め効果がありますからね。ふーっと吐くとね、片方は引き締まって、片方はストレッチかかって締まりますからね。ゆっくりゆっくりいきましょうね。痛いメニューはね、ちょっと戻してくださいね。よし、はい、じゃあ今度はゆっくりゆっくり反対に変えましょう。足を横に持ってきて、ゆっくりですよ、ゆっくり。痛いと思ったら少し戻して、そっからまたゆっくりね、引っ張っていきますよ。ぐーっと引っ張って、あー痛いなーと思ったら、そっからロックかかりますから、ちょっと緩めて、またゆっくりゆっくり伸ばしていく。これでウエストしっかりね、引っ張られてますからね、よく伸びますよ。ぐーっと伸ばして、もうきついなと思ったら戻す。よーし、 OK。 よいしょ。じゃあ今度はまた肘をついたらね、足を開きましょう。これで体をゆっくりゆっくり回してみましょうか。これで股関節しっかりね、動かしてますから、結構足をね回す、股関節回しってあると思うんですけど、足回すのって疲れますよね。この体を回してね、股関節を回す方が負荷もかかっててよく伸びますからね。ゆっくりゆっくり回してみてください。よし、はい、OK。 じゃあ今度は反対ですね。反対回りです。大きく回るといいですよ。頑張りましょう。このまま息止めないようにですね、ゆっくりゆっくり回して、これ股関節をね回してるんですけど、肩のねストレッチにもなりますから、肩こりにもいいです。慣れてくるとね、この足もしっかり開けますからね。そしたら辛いっていうよりも気持ちいいに変わりますから、これ毎朝やったらマジでウエスト激細ですよ。 OK。 じゃあこの足伸ばしましょう。このまま腰をフリフリしてください。伸ばした筋肉を全部リセットします。フリフリフリと、これラストの種目ですからね、もうね目つむってたり寝たまんまで腰フリフリしてみてください。これで全身の血流が上がりますよ。楽に全身揺らしてみて、楽に楽に、疲れが飛んで体が目覚めますよ。しゃあ、OK。 このストレッチは朝やるのがいいんですけども、寝る前やお風呂上がりにもおすすめ。毎日ねやってみてお腹周り引き締めるよっていう人はコメント欄で今日から頑張るって教えて、やった日はコメントに丸ってつけてくださいね。ちょっと待って、現在期間限定で説明欄から LINE 公式を追加すると、悩み別動画20本、筋トレ習慣マスター講座13カリキュラム、反り腰解消美脚講座18カリキュラム、2ヶ月でマイナス8キロ痩せた方法、運動の原理原則の教科書、部位別1週間プログラム、この全てをプレゼントしています。説明欄のリンクをチェック。